マッシュートーマス・ホリデーは、アメリカ合衆国オクラホマ州ペイン軍、スティルウォーター出身の元プロ野球選手。ウトウミギウ現在は、フリーエージェント。1980年1月15日に、アメリカ合衆国オクラホマ州、スティルウォーターで誕生。父のトム・ホリデーは、カレッジベースボールの強豪校として知られる、オクラホマ州立大学でかつて、ヘッドコーチをしており、 おじのデイブ・ホリデーは、ロッキーズのスカウトを務めるなど、ホリデー家は、野球一家だった。スティルウォーター高校に在学中、野球とアメリカンフットボールの両方で活躍。アメリカンフットボールのクォーターバックとして、オクラホマ州立大学へ進学する予定だった。1998年の MLB ドラフト7巡目で、コロラドロッキーズに指名され、野球のプロ選手の道へ進む。 その時の契約金は7巡目指名ながら84万ドル。さらに7年分の年報保証70万ドルという条件もついていた。打席に立つホリデーマイナーリーグでは三塁手としてプレーしていたが、2001年に右肘を痛めてトミー・ジョン手術をし、その後は左翼手に転校。2004年4月16日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビューを果たし、 その試合では3打数無安打に終わった。しかしこの年は、計121試合に出場し、打率、290.14本塁が57打点を記録、新人王投票でも5位に入った。2005年は前年とほぼ同じ125試合出場ながら、打撃3部門すべてで1年目を上回る成績を記録。さらに俊足も発揮し、14投塁を記録した。 2006年シーズン開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは自身初の30本塁が100打点など前年を上回る成績を残した。オールスターゲームにも初選出された。2007年に自己最高のシーズンを送る。開幕直後は5番打者として5月に入ると3番打者として 出場。ほとんどの記録で、キャリアハイを更新し、打率、打点、アンダー、二塁打、塁打の5部門で、リーグ1位となった。9月にはホリデーが、月間 MVP を受賞する活躍をすると、その間に、チームは11連勝を含む20勝8敗を記録し、レギュラーシーズン終了時点で、ナリーグ西地区で2位のパドレスと並んだ。ポストシーズン進出をかけたパドレスとのワンゲーム。 プレイオフで6打数に安打2打点を記録。そして、ロッキーズは延長13回に2点差を逆転するサヨナラでパドレスに勝利し、プレイオフ進出を果たした。ホリデー自身も2打点を挙げたことで、ライアン・ハワードを逆転し、打点王を獲得。このことは、ワンゲーム、プレイオフがレギュラーシーズンに含まれる制度による恩恵を受けた例として取り上げられる。さらに、 首位打者にも輝き、MVP 投票では、ジミー・ロリンズに次ぐ2位だった。2008年1月18日に2年契約総額2300万ドルで、ロッキーズと契約延長した。5月25日、左ハムストリングを痛めたことにより、ホリデーは6月10日まで、故障者リスト入りすることになった。7月6日、ホリデーは3年連続で、オールスターゲームに選出された。 ファン選出されたアルフォンス・ソリアーノが故障したことにより、先発出場をすることになった。当日のオールスターゲームでは、右翼手として出場し、この試合の初得点となる、ソロ本塁打を放った。この年は故障者リストに入っていたこともあって、過去2年より少ない139試合出場に終わった。成績は打率。321、173安打、25本塁打。 八十八打点、百七得点、二百九十塁打を記録。この活躍が認められ三年連続でシルバースラッガー賞を受賞し、二十八盗塁と出塁率、四百九はキャリアハイだった。盗塁はこの年の最悪手ではメジャー三位、出塁率は同じく最悪手でメジャー二位だった。二千八年十一月十四日にヒューストンストリート、クレックスミス、 カルロス・ゴンザレスとの1対3のトレードにより、オークランドアスレチックスへ移籍した。2009年は4月の打率が240と低迷していたが、7月には打率が2割8分まで上昇した。しかし、チームは地区会に低迷し、ホリデイはラジオのインタビューでまたプレーオフでプレーしたい。もしこのチームで不可能なら、僕の代わりにいい選手を取ってもらいたい。 それによって僕がプレーオフの可能性のある球団でプレーできるなら問題ないとトレードを容認する発言をした。2009年7月24日にブレッド・ウォレス、クレイトン・モーテン戦、シェーン・ピーターソンに加えアスレチックスが150万ドルを負担する3対1のトレードでカージナルスへ移籍した。カージナルス移籍後63試合の出場で打率353 13本塁打55打点を記録し、チームは、ホリデー移籍後、39勝25敗を記録し、3年ぶりに、地区優勝を果たした。しかし、ロサンゼルスドジャースとのディビジョンシリーズでは打率、167と低迷し、チームも3連敗で敗れ、シーズンを終えた。シーズン終了後、FA となり、代理人のスコット・ボラスは、 マーク・テシェイラの8年総額1億8000万ドル規模の契約を要求したが、2010年1月7日に、カージナルスと7年総額1億2000万ドル、8年目は1700万ドルの球団オプションの契約に合意。アルバート・プホルスの7年総額1億ドルを上回る球団史上最高額の契約となった。2010年は4月に5試合連続無安打の時期があったものの、 それ以降は、波なく個成績を残した。打率、312、オプス、922をマークし、守備でも DRS で7、補い札は8つを記録した。2011年は、怪我に苦しんだシーズンとなった。まず開幕直後に、盲腸炎となり1週間欠場。6月には、左の大体4頭筋の炎症で、半月欠場。9月中旬には、 左手中指の剣に炎症が出て10日間欠場した。しかし5月6日まで4割を維持するなど、成績自体は例年並みで、打率、出塁率、超打率は微減に止まった。また、自身初のワールドシリーズ制覇を経験した。2012年は、目立った怪我もなく、一定の成績を残したが、自己アーストの132三振、投塁成功率50%など、 制裁を欠いた面もあった。2013年、打率322本類が94打点という打撃成績をマークしたほか、103得点と6、盗塁を記録。打率が3年ぶりに300の水準に回復し、得点が100を超えたのは実に5年ぶりのことだった。盗塁成功率は86%を誇り、 数こそ少なかったものの高い盗塁技術を見せた。一方で、リーグ最多の31平殺打を献上し、DRS から13という始末だった。2014年、156試合に出場して打率、272、20本塁打、90打点という成績を残した。9年連続で20本塁打以上をクリアし、打点は3年連続で90打点以上を達成。 2011年以降マイナス続きだった守備防御点はプラスマイナス0で久々にマイナスを回避したが、失策は自己ワーストタイの7つだった。2015年は校長を維持し、オールスターゲームにも選出されたが、故障のために出場辞退した。故障の影響もあって73試合の出場に止まり、ルーキーイヤー以来となる規定打席未達に終わった。打率。 279、4本類三35打点という成績だった。2016年11月3日に FA となった。2016年12月7日にニューヨークヤンキースと1年1300万ドルで契約した。2017年4月8日のボルチモアオリオールズ戦で、ケビン・ゴーズマンから通算2000本アンダを記録した。5月4日のトロントブルージェイズ戦で、 マーカス・ストローマンから通算300本塁打を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年7月29日にフルスのロッキーズとマイナー契約を結んだ。8月23日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。オフに10月29日に FA となった。打撃センスには天性のものがあり、コロラドロッキーズ時代は トット・ヘルトンに代わって、手法の地位を揺るぎないものにした。クリーント・ハードル監督が、ホリデーのことを、パワーを備えた高打者と称しているように、パワーヒッターでありながら安定した、バットコントロールを兼ね備えている。広角に打球を打ち分けることで安打を量産し、長打になるほどその傾向が強まるという特徴を持っている。ロッキーズ時代のホリデーの打撃成績は、極端な打者有利とされる。 本拠地球場、クアーズフィールドとその他の球場では大きな差があった。いかに本拠地とその他の球場での打撃成績を表にして示す。数字は2007年までのもの。それでもホックススポーツが本拠地のアドバンテージを抜きにしても、ホリデーはメジャーで一番多くの得点を生み出す。左翼手であると、その打力を評価した通り、カージナル水石後もハイレベルな成績を維持している。 巨体に似合わず走塁面でも高い能力を秘めており、5年連続で2桁盗塁を記録している。守備面では守備範囲が狭く荒さが目立つが、年々失策は減少傾向にある。2007年は守備率メジャー1位、最小チーム失策数を記録したチームの守備陣の一人としてリーグ優勝に貢献した。つつましい性格で知られ、その謙虚な姿勢から、 ファンやチームメイトの信頼は厚い。2007年のリーグチャンピオンシップシリーズで MVP を受賞した際にも、この賞は俺のものではない。みんながもらうべき。25等分できたらいいのにと語っている。またホーム試合には自身の子供を連れて行き、試合後は一緒に室内打撃練習場に行くという微笑ましい光景がよく見られる。 2012年1月には、ドラフトの上位指名4選手に直接メールを送り、セントルイスに招待した。交通費とホテル代はホリデーが持ち、昼は一緒にトレーニング。夜は自宅に招いて、妻の手料理をごちそうしたり、ホッケーの試合を観戦したり、デビットフリースやマットカーベンターを紹介するなどして、交流を深めた。ありがとうございます。